魔法の庭園に佇むアラジン、アラジンと魔法のランプはアラビアンナイトとして最も有名な物語の一つ。西洋に紹介されたアラビアンナイトの訳本にはこの物語を含むものがあるがアラビア語原点には収録されていない。いわゆるオーファンテイルズのうちの一つであるアリババと40人の盗賊と同様にアラビアンナイトとは 関係がないことが無不信マフリーの研究によって明らかになっている。中国で母親と貧乏暮らしをしていたアラジンがおじを、語るマグリブ出身の魔法使いにそそのかされて、穴蔵の中にある魔法のランプを手にしたところから、物語が始まる。そのランプをすると魔人が現れた。魔人はランプを吸ったものの願いを叶える力があり、アラジンはその力を使って大金持ちになり、 皇帝の娘バドルールバドゥールと結婚する。しかし、魔法使いは魔法のランプを奪い取り、アラジンの御殿ごと皇帝の娘をマグリブに連れて行ってしまう。だが、アラジンは指輪の魔人の力を借りるなどして、魔法使いから魔法のランプを取り返し、魔法使いを退治して、再び御殿を元の場所に戻す。ヨーロッパでは18世紀初頭に、 フランスのアントワーヌ・ガランによるフランス語訳アラビアン・ナイトによって紹介された。しかしアラジンと魔法のランプにはアラビア語の写本や原点が存在しないことが問題となっていた。ガランの1709年3月25日の日記によれば1709年にガランはアレッポ出身のマロンハ・キリスト教徒ハンナ・ディアブからアラジンと魔法のランプの物語を聞いた。 その後、ハンナ・ディアブは物語を筆記して、ガランに手渡したと思われる。ガランはこれをフランス語に訳した。アラビア語による写本が最初に現れるのは1787年であり、それはパリに住んでいたシリア人キリスト教徒であるディオニシウス・シャウィシュ別名ドム、デニス・シャウィーによるものであった。これはガランが最初に使用した、ガラン写本にかけた部分を補うように書かれていた。 この写本はパリで1805年から1808年の間に有名なセム語学者シルベストルド・サシーの協力者であったシリア人のミハイル・サッバーグによって書かれたものとして再び世に現れた。サッバーグはこれをバグダッドで1703年に書かれたものだと主張した。その後、このサッバーグ写本はフランスの東洋学者エルマン・ゾータンベールによって発見され、 1888年に交換された。ところが、ハーバード大学のアラビア語の教授であった、ムフシン・マフリが、千ヨヒトヨ物語の原型と言われるものの復元に成功して、初期アラビア語原点による千ヨヒトヨ物語の書という、画期的な研究成果を1984年に発表し、今まで解明されていなかった多くの問題に光を与えるところとなった。 マフディの写本研究はまた思いがけない発見をしている。マフディがサッパーグ版とシャビー版をガランのフランス語版と詳細に比較した結果、これらの写本は偽物であると結論を下した。ガランのフランス語の公文や言い回しの特徴から、シャビーがガランのフランス語版を逆にアラビア語に訳して偽造したものであり、さらにサッパーグはシャビー版にさらに手を加えて、 これをバグダットで書かれた写本であると偽ったことが解明された。